れちゃったエルモだよ。前回はエルモのモノマネしてなかったら絶対に勝てるんじゃない説一生していこうとしたけど、結局モノマネしてもしなくてもどっちでも勝てたから、あ、関係なかったというかエルモは下手じゃなかったっていうことが証明されました。ということでね、今日もバチコリと、はい、勝っていこうと思います。別にモノマネしても勝てるから、やっぱり貫き通してエルモで行くよ。あのおじさんの存在はなかったことにしようね。どうすると見せかけてしてこないね、この人。マッシュ、どうしてこいよ。そこ何回でも当たりね、この人。スマホで楽しい、両方ともゼロ。あとお昼にしても勝ててるけど、エリモの3連勝が4連勝で今日も終わらしていくよ。
気をついて貯める、そんなクソみたいな戦い方はしてこないところに好感が持てるけど、間違えた、変なポーズで寝るからクルが出にくいんだよな。限界を超える、超えれてないや。クラウダのくせに別に勝てるできないになってさ、白熱した戦いができるからいいね。今日の戦い方をしてこないからこの人は嫌いじゃないね。普段でするどんだけクソなんだよって話だけどね。いいね、うまいじゃん、人生よりもムカつかないや。嘘やん、
対決まった思ったのに。思いっきり今金玉蹴り上げとったやん。それはあかんわ。めちゃめちゃ思ったけど、はい、お疲れ様でした。はい、あと100万ぐらい上げて VIP に行きましょう。バイバイ、エルモでした。